負けたので地球の砂を持って帰る。初めてチャウチュールを食べた。誰も私を裁けない。それが今の司法制度の限界なんだよ。土下座すると見せかけて反撃。はあ、はあ、お前ら全員顔を覚えたからな。ゴールしそうなので説得する。びっくり寿司第1話、わしの下駄知らんかね。絵本入り込み靴、これで絵本の世界に入れるんだね。裸足の弦一巻だぞ。手羽先と拳銃を間違えた。お、ミニスカート、ババアかよ。チョキに効く。5分ごとに倍になるんだよ。投資の勧誘が雑。約3年いいのよ、円周率なんて。マクドナルドのドライブスルーではどうしてあんなに早くハンバーガーができるの？手抜きして作っているからだよね、ドナルド。ははは、新鮮な肉入ります。本人が来たのにオレオレ詐欺なわけねえだろばあちゃん。嫁、今日は何の日かわかるよね。今日もおそろだね。幸せ煽り運転。この次の試合で頑張ればいいことだよ。トーナメントを理解していないって、止まらんのかい。べ、別にあんたのためにダンクしたんじゃないんだからね。火事場のバカ力からと正反対の言葉を言ってください。顔が濡れて力が出ない。あなたの妻だってこと本当に知らなかった。不倫した妻の言い訳がひどい。ここで下味をつけておきます。信号が赤なので一応止まる。湖の女神がたまに息継ぎしに出てくる。ふっ、あにゃなみ、君の指令は彼に近づいてその不穏な動きを探ること。そのためにまず吉田沙織に勝利しよう。鳥人間コンテスト理解していない。子供だからといってキャラがピーナッツだった。チョキ、今はスパイファミリーっていうアニメが流行っているんだね。ルイージ品にご注意ください。不審なマスクをつけた男が公園に現れるという噂を聞きつけたので、とっちめるために見張る。チャンネル登録で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。